この前も「タイタンライブ!」だったけどもう体調要するに、うん、なんていうのがね今日絶好調って日ないないないあのねそんなもんはもう二十歳以降ないよないよねどっか不調抱えてるもん、うん、な,なんかこう、うん、なんかちょっと指先痛えぐらいでも、ね、なんかちょっと寝不足とかでもだるいしさもう,もう絶好調なんかないで川田といあの伊勢がいてさ「いやー」っつって入ってってさ「だるいよな」っつって。<laughs> 「お前らさ体調いい時ある?」って言うけど「うん、いやカーデうんないよねやっぱね体調いい時とかもほとんどないね伊勢もないね、うん、ほとんど体調いい時とかも二十歳ぐらいからないね、うん、やべ、伊勢さんとかぶった <laughs> <laughs> 俺らもう58じゃん」うん、いつまでこれできんだろう」 っっていう話にな川田がさ「俺さもう伊勢が辞めたらさ俺伊勢がね死んだら俺辞めるもん笑い」って言うんだよ<う>川田がまた寂しい話しい <laughs> いて「伊勢が死んだらさ俺やってられないもんだって「ピーちゃんどうよ田中が死んだらさピンでやる俺伊勢が死んだらさ一人でなんか漫談とかやる気なんないね」っつったら田中この前脳梗塞で倒れてそしたら伊勢がさ えでもータたやってたよななんか一人でグランドスラムとか出てたじゃん」うん、まあなあれは出てたけど」つって「そうかピーちゃんあれか結構一人でもやるか」とかね川田が言ってんだよ、うん、でもあれだよなピーちゃんが死んでもあの田中ちゃんやるよなあれだって県民賞とかやってるからなあれは仕事できるよなつ <laughs> いや俺だって別の仕事あるんだよ<や> <laughs> <laughs> お前と一緒にすんなよ」<laughs> <laughs> <laughs> お前はそりゃ伊勢が死んだらほかに何にも仕事してないんだから <laughs> 仲良くやれよ年寄り同士 <laughs> 話してるうちにだんだんあいつらと同じ境遇みたいな感じでほぼ同期なんだから分かい同期だけど売れ方違うじゃんいいんだよそういうことじゃなくて俺には太田上田もあるしな <laughs> 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 番組持ってるからな。<laughs> <laughs> <laughs> 俺,俺この間自分で「これやべえわを」を年感じるっていうかもうちょっとボケてきたのかなと思ったのがさ。うんうん そのある番組でさこう MC テーブルにさその出演者の,あのほら顔写真と名前とかがこう貼ってあったりするわけよあの名前分かんなくなるからさ全然、うんね、知らないけどそれがちょっとそれがちょっと小さかったわけ、うん、で普通だったらさほら老眼鏡持ってね例えばそう新聞読んだりとかするんだけど、うん、ほら本番中だから老眼鏡も知ってないじゃんで小さかったわけよ。や、うん、やっっぱ、まあ、老化なのかなななののかかか癖俺こうやったからね <laughs> 髪だ。髪よ。<laughs> もうあ、俺終わってると思ったもん。こうやった瞬間に。もう恥ずかしかったわ。にね、誰にも見られてねえけど。<laughs> 本当だよね。年だよ本当に。タイタンライブの時はほらもう。 前日からずっとまた田中とさもう不毛なネタ作りをやるわけだよ <laughs> ネタ作りは不毛ではないけどもでどんどん記憶力がね悪化してるからもう前もほら飛ばしたっていう話したじゃないあいつがねまたさらにそこの変なプレッシャーまた飛ばすんじゃないかみたいな田中の顔がもうさネタ作りの時からもう不安そうな顔してこうやってネタ作ってるわけだからさ になってるわけもうすでに、うん、あの前回飛んだのがもう本当にプレッシャーなのがもう表情に出てんの、うんうん、もういつも泣きそうな顔しながら「やめろよ!」とかって言いながら <laughs> もう泣きそうなの顔が違う違うもっと言うと太田光イップスなんだよ30年前から <laughs> 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 漫才イップスじゃないそうなのかな <laughs> <laughs> だいつもだったら楽屋入って俺一応自分のたちの楽屋2回ぐらい通してそっからブーマーとかプリンの楽屋行って俺は適当にそこでくだらない話してで本番前もう一回楽屋戻って一回合わせて本番みたいな感じなんだけどこの前はだからそのが楽屋でブーマーの楽屋にいたらさフッて見たらさ入ってくれゃいいのにさ楽屋の入り口のところにさこうやって立ってさ。 俺のの視線先にこうやって立ってこういう顔してなんか「入ってくりゃいいじゃん」って思うんだけどほらって見たらさ「おやべえな」つっていんだよ自信ないいからつもだったらしないんだよそんなにだけど俺と目が合ったら「ちょっとやったんだ」こいつやばいと思って俺。 でも確かに爆笑がネタを覚えられないのはある程度しょうがないと思うよ。っていうのはもうほら60手前なわけじゃない60手前でこんだけ多分新ネタ作り続けてきたコンビって俺いないと思うんだよ,そうなのよ だってみんながもうベテランになったらさ、ねじゃ浅草で舞台ありますとかで、まあおな染みのネタをさ、まあねかんないな、三本なら三本ぐらいゲロゲロとかな、ゲロゲロばっかりやってるやつにいいんだよ。そんなことはないけど、でもほら大体定番のネタをそのゲロゲロすらできなくなって、忘れて、いやいやでもそらそうなるんだ。よだから大体もう。 入ってるじゃん全部ん入っての何回もねやってるから歌をだから俺らやっぱ新ネタだから新ネタを毎回だからそれは覚えらんなくなるよな,なるよね、うん、だってほらもう身につく前に違うネタっていう感じになるわけじゃんそう,そうなの、うん、だけど前はそれでもまあ新ネタ何回かやって入ったって思える瞬間があったの、うん、最近それがないまま舞台出てくことが多くて。 そそれ不安だねそんな状態で、ね、そうなんでも前より練習量増えてんだよ。<ー>なのに<ー>なんか若い頃ってさ根拠がないのに自信があるみたいな状況があん、ね、今それがないんだよもうあ<ー>全てが怖いの。まあでもそういうもんなんじゃないキャリア積めば積むほど。っと不安にねえ、うん、だから、ね、これから多分俺らまあ別に辞めるつもりもないから多分だから本当に見たことのない。うん 世界、うんうん、見たことのない景色を、うん、俺は見るんだろうなと思って。<laughs> ねど、どういうこと？つまりオワラ会の演芸師の中でああ見たことのないコンビに<あ>俺たちはなっていくんじゃないか？ああああ何かっこいい存在にしようとしてる。<laughs> お何この流れからお俺たちが人類未踏の知恵みたいない結,局結局俺は最終的にこの間「タイタンライブ」やって「<え>ラヴマン」やっていろいろ悩んだ末に、うん、そういうふうに思えばいいやっていうところに落ち着いたの。あでもそうだと思うこんだけ新ネタ作り続けてる人いないから、うん、こうベテランなんて。 田中にも言ったら俺たちはこれからだからな何青春してんだよさっきまでブーマーと少し悪いよなブーマーはもう20年前から終わってる終わってねえよまだ始まってもねえよスタイ踊ってるだけやからあいつらはなわけねえだろ田中さんとそんなかっこいい話したんだ田中をなんとか元気づけようとしてね。いいコンビだね最終的にはボン ボタン、上だ。